はい。本日も、低山放送のお時間がやってきました。鉄夫です。皆さんお疲れ様です。どうも。はい。えーっとですねえ、特別お役立ち情報はありません。すいません。はい。えっと、いろいろまあ質問をいただいてるんですけど、あの、前の動画でも、あの、まあ、いくつか喋ったんですけど、あの、僕は、まあ、トラック乗りです。 はいただのおじさんです。はいえっ、ー、と、この YouTube チャンネルは、あの、まあ、眠気覚ましに、はい、あの、始めました。はい。ほんの軽い気持ちです。はい。ただ、あの、池早大学とか、よく見たり聞いたりしてて、それで、あの、まあ、あの、触発されたっていうのも、間違いない話なんですけど、はい。で、これ、やり始めるときに、僕の中で、えっと、いくつか、あの、決め事、ルールを作りました。 はい。まあ、あの、前の動画でも言いましたけど、低コスト、低スペック。はい。これですね。まあ、これを決めたわけではないんですけど、あの、まあ、かかるのは頭のタオル代ぐらいなので、あの、ほぼ0円で、はい、やると。はい。えっ、ー、と、こういうことで、なるべくたくさん出そうと。はい。こう思ってやってます。はい。なので、えっ、ー、と、まあ、たくさん出して、えっ、ー、と、まあ、何かこう、 見てくれてる人の役に立ってもらえればいいなぁと思ってやってます。ただ、と僕はまあ何度も言ってますけど、これから運転手をやる、やろうっていう人とか、まああの今違う仕事してて、なんか今の仕事自分に合わないな、人間関係悪いな、あの面白くないな、なんか違ういい仕事ないかなって思ってる人に向けて、トラックの運転手どうですか あの結構気楽でいい仕事ですよっていうことをお勧めしたりしてるんですよねでトラックの運転手さんを僕は応援してますはいなのでトラック業界運送会社を応援はしていませんはいこれまあ何度も言いますしあのある人にあちょっと上の人に怒られたりもしましたけどもあのもう一回言いますねはいあの運運送送業界とか運送会社 をあの僕はは応援しててやってはいません、はい、結果的に上、えー、のあのあ若い運転手さんが増えれば運送業界運送会社のためになるかなとも思ってます。それは別に否定はしません。それはあの結果であってそこを目的として僕は喋っていませんのであくまでもこれから運転手をやる人今運転手をやってる人 <laughs> そして今運転手はやってないけどもあのちょっとあの違う人生 どうかな違う仕事なんかないかなっていう人に向けて、えー、と応援の動画を撮ってます。はい。そういう動画を撮ろうと最初に決めました。はい。えー、なので、えっ、ー、と、なるべく、あの、まあ僕もあの、学がないので、あの、まあ雑な人間ですし、それでもなるべく丁寧な言葉で、はい、話そうかな、話したいなと思って、それとあと、まあコメントもいただくこともありますし、 なるべくなるべくあの人を中傷せずに、えー、と人の気持ちを害さずにそれで来た意見はなるべく否定せずにあの受け止めて真摯に返す、まあ、こんな顔で真摯にって言われてもちょっと困るかなと思うんですけどあれ笑っちゃいますよね <laughs> すいませんでも本当になるべく真摯にあのやろうとあの決めてあの始めてます なので、あの、まあ、気分を害された方がいましたら、本当に申し訳ありません。ごめんなさい。あの、謝ります。あの、謝るしかありませんので、はい。すみません。そういうあの気持ちで、でも、気持ちでやってます。はい。で、これからもえ、その気持ちで、まあ、自分が決めたことを、あの、守ってやっていこうかなと、はい、思っております。あと、その、コメントでいただいたんですけど、あの、チャンネル登録、 あと、高評価お願いします、みたいな。あの、YouTube 見てるとみんな最後の方にありますよね。あの、チャンネル登録よろしく、みたいな。あの、高評価よろしく、みたいな。はい。あの、なんで言わないんですかって、あの、言われるんですけど、これも僕、最初にやるときに、あの、それは言わない、やらないって、あの、決めたことなのですよね。はい。あの、本当にチャンネル登録とか、 高評価なんてつけられると本当に僕嬉しいんですよ。あのあんまり僕感情を外に出せないタイプなんであの何考えてるかわかんないみたいなことをよく人に言われたり会社でもそういう評価されるんですけど本当に本当にチャンネル登録とか高評価とかもらうと本当に飛び上がるぐらい嬉しくてはい。もう 何て言うんですかね <laughs> あの涙出るぐらい嬉しい本当にしびれるぐらい嬉しいんですけど、えっと、それはこっちからお願いするものじゃなくてあの皆さんが見てもらって本当にちょっとでもためになったなって思ってもらえるとあの自然とこうあの言んですかね高評価のボタンとかあのちょっとチャンネル登録してみようかなとかはい思っていただけるかなと思って、えっと、こっちからあの押し付けたりは あのしないようにしようと。はい。このように最初に考えて、そう決めて、あの、始めてます。なので、これからも、えっと、言うつもりはありません。はい。ただ、あの、してもらえると、すごく嬉しいです。はい。で、していただいている方、あの、本当に心から、心から感謝してます。ありがとうございます。嬉しいです。本当に、本当に嬉しいですね。はい。あの、あと、コメントとか、あの、もらうと、 やってよかったなっててかたなこんなどこにでもいるようなあのおじさんがしゃべってる話聞いてもらってためになったとかあの参考にしますみたいなことを言われるといや本当にすすすげー嬉しいです、ねはいでねありがとうございますなのでこれからもちょっとでも本当に役に立つ情報をあのまあ自分の中でも精査してあのなるべく正確にあのお伝えしようかなと。 お伝えしていければいいなと、はい、このように考えて、はい、撮っておりますし、これからも、えっと、撮り続けていこうかなと、はい、思っております。はい。まあ、今日は、あの、お役立ち情報、まるでありません。すいません。はい。まあ、えっ、ー、と、こんな感じで、えー、今日は、えー、以上になりますね。はい。ありがとうございます。低山放送、鉄尾でした。どうもありがとうございます。ごきげんよう。